はい、こんにちは、もこじです。逆光でちょっとやばいけど、馬詰め来ましたよ。はい。あれ。森尾です。あれ。車は？あっち止めてある。あ、そうなんや。会社のトラックで来て。うん。まあ、こっち来た。シーバス行こうかなと思って。昨日の昨日の朝あそこに撮ってん、私。あ、そうなんですか。うん、あの写真あそこですか。そうそう。うのけ、うのけがも。うん。ダメですね、あそこ。昨日ほんでめっちゃ水減っとったから、うん、うん、全然あかんくって、うん、今結構まあまあありましたもん、水は。あ、ほんと、うん、やろね、うん、あんだけ降っとったから、うんうん、で、午前中、何時これやろ、9時ぐらいからかな、うん、何だっけ、あそこの川、この間教えてもらったあの川、ここ行っとって、うん、ずーっと歩いてきたわ。あ、ダメでした。あったら電化あったけど、はい、どうなんかな、多分出るのをこんなに上上がらんくってもいいかなっていう、うん、どっかあの辺、そう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 、うん、もうちょっと上がっても、うん、2本目まで上がっていってもあんまり変わらんし、うん、どうなんかなっていう、あ、うん、あっち投げてます。はいよ。頑張ってきて。はい、今日は馬詰めの池来てます。今ね、リスナーさんの森尾さんと今偶然一緒になりましたけど、さっきから時々ボイルじゃないんやけどジャンプ時々してるんで、まあ急遽ね、トップゲームやってます。これで出たらかっこいいよね。で、今投げ取るのはOSP の、あ、名前何やったっけ、出てこん、これジュニアの方、何やったっけ、あ、名前は出てこん、また後ほど。でも、あ、飛ぶね。このぐらいの重さのやつは、ちょうど撮影的にね、風下の逆光って最高の条件の悪い時じゃない？
ープはつけといたままにして、地合いが来たら組むかね。今日は猫したいね。猫したい。猫。ドライブクローラー、ドライブクローラーの猫したいね。フックは絵のちっちゃいやつなかったっけ、ちっちゃいの一番ちっちゃいのこれか、流儀の一番フックはこれで、そしてシンカーが16分の1、見ていいかな、1.3 だったら変わりかな、16分の3で 1.3g、 そんなもんかな。ジムヘッドの方がいいかな。ジムヘッドにしようか。とりあえずこれでしょう。むにゃ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 。よいしょ。そして、抵抗で、ずる向けとるやん。猫でございます。あ、やっぱこっちはね、しっかりといい感じで乗っかってくるやん。来たぞ。おっしゃ、乗った。おっしゃ。来た。おー、来た。よっしゃ。にゃん。あー、来たぞ。スーパーかわいいやつ来てくれた。ほらほらほら、カバー猫に。来てくれたぞ。20センチ、にゃん。貴重なバス君来てくれた。20センチのスーパーかわいいやつ。おー、いいね。クリアン。よし。いいね。間違ってなかったぞ。
よし。うわ、きれいな。ここからちょっとへこんでるけど。お、だいたい一緒なところらへんよ。だいたいその辺食べてるんじゃない。さっきもあれやったし。にゃん、楽しいかもね。外しながら、ほぐしながら来る。はい、日が沈んじゃいましたよ。時間は6時50分。なんかあんまりね、そうそう、にぎやかになってくるんかなとか思いきや、全然静かでございますわ。で、一匹ね、取っただけで、サイズは上がってない。はい、もう7時になっちゃった。じゃあこんなところでね、トップには出ませんでしたというところで、はい、またもしね、よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。